港区の人口が先月54年ぶりに25万人を突破しました。今年1月のひ月だけでもおよそ500人増えるなど、人口は右肩上がりです。区役所で今日記念の式典が行われました。25万人目の区民となったのは、 杉並区から転入してきたフランス料理のシェフ、カルベ・シンさんです。まああの職場が近かったの圧倒的に便利ですね。あの何でも揃ってるっていうのが、どこに行くにしてもやっぱり近いですからね。港区の人口は先月15日に54年ぶりに25万人を突破し、今月1日現在25万193人になりました。 一昨年の国勢調査によりますとこの数字は山形市や徳島市などといった県庁所在地とほぼ同じ規模ですそんな港区もかつては人口が減る時代がありました港区は1959年におよそ25万6400人と人口のピークを迎えましたがその後は地下の高騰などで減り続け96年には 15万人を下回りました不動産情報を扱う企業の担当者は、住まいとしての港区の魅力を次のように語ります 2>, 2人目の保育料を無料にしたりとか、まあ、認可保育園に入れなかった方々にも補助金を出したりとかして、子育てに関するコストをまあなるべく下げていくというふうな行政の姿勢というものが、少し好感を持たれたのではないかというふうに思ってます。 その効果は出生率に表れています1.44という数字は都内でトップとなっていますまた共働きのファミリー層が手の届く金額のマンションが出てきたことも背景にあると言い,います港区であってもですね あの例えばファミリータイプでまあ四千万五千万ぐらいでえ築年数が古くはなりますけれども十分に住めるマンションが供給されてきていてどちらかといえば築年数だけをしてでもまあ立地条件を譲らないというこういうあのトモバのファミリー層が増えてきています。増え続ける人口。港区によりますと10年後には人口が30万人に達すると見込んでいて今後新たな学校建設や 待機児童対策に力を入れていきたいとしています港区の武井区長は人口が25万人を突破したことで区民一人一人に応じたサービスが行き届くようにこれまで以上に責任感を持って取り組みたいと述べています。